やっぱりね、ボクシングまんまガといえば、初めの一歩なんですけども、うん、まあ、普及の名作といえば、やっぱり、明日のジョーですよね。うん、もう最近ということではないんですけども、あの、ヤマピーちゃんがね、えー、ここ何年か前で、明日のジョーの実写版、これがね、リリースされてまして、私は結構良かったと思うんですよ。なんでもかんでもね、ジャニーズが出たら、 ダメなんだみたいなレッテル貼りをする方もいると思いますけども純粋に一つの作品として見た場合「その明日のジョー」っていうね確か2005年ぐらいの放送だったと思うんですけどもまるで自分がねそのドラマの中に入ったような感覚を私は感じたんですよね非常にうまくまとめられていて非常に胸を打つポイントもいくつかあってねラストシーンの,あの死んでしまったはずのリキース・トールと最後シャドーボクシングをするシーンっていうのはうん ななかなか熱いもの「があったかなと思いますねで、この,明日のジョー」なんですけどもアニメ化もされたんですが実はね1970年に実写版がされてるんですよね1970年実写版っていうと私生まれてない時なんですよ。いやすごいですよね昭和40年代に明日のジョー」が映画になっていてねで、まあ、私このアマゾンプライムで見たんですけども今見てる途中なんですけどもね ままだまだあと残り3分の1ぐらいを残してここまで見させてもらったんですけどもまあ当たり前ですけども昭和感がねすごいですあのヤマビーちゃんが出ていた「明日のジョー」はわざわざ昭和のセットを作ってそれで撮影したんで言ってみればね作り物の昭和なんですよもちろんそれはそれですごくね雰囲気あってよかったんですけどもあまりにも作り込みすぎてたかなとでもこの1970年版は当時の最先端を撮影してそのまんま昭和なんですよね当たり前ですけども そう考えていくとね、あの出来上がっていく高速道路とか、うんあの建設現場で短気団兵が仕事をするところとか本当にその時風だなと、あとバラックが基本的に人々の暮らしには多かったですよね。うん1970年って言うと戦争が終わったのが1945年なんで25年しか経ってないんですよ。今私が25年前を思い出すとしたらまさにね。 大学を出てサラリーマン全盛期だった頃ですからね20代半ばぐらいでそう考えたら当時の40代50代の人が一昔前を思った時に「あ俺の二十歳20代の頃って戦争があったよね」みたいなねそんな振り返り方だと思うんですけども今こうして1970年代の映画を見ているとね、うん、戦争に行った人が映画に関わった部分もあると思いますし視聴者さんも戦争帰りとか。 とても貧しい中で娯楽を求めて喜びを求めて幸せを求めて豊かさを求めてこういった映画を見てるのかなと思いますが映画の中ではねあの本当にあの時代劇みたいな感覚ですよね。当時としては日常の当たり前の風景だったんでしょうけどもいや本当今ね令和4年からこの1970年というのを眺めてみるともう50年前ですからね本当ににもう時代劇の部類に入りますよ、まあ。そういった考えと思い出を込みで見てみると。 明日のジョー」のかつての実写版、まあ、いつか見てみたいなと思ったんですがその古めかしさとかね撮影技術とか役者の変築品なところとかいやそれあれはれすごく味があってすごく好きになりましたね、うん、当時の役者さんとか関わった方っていうのはほとんどお亡くなりになってるのかもしれませんけども主人公の石橋庄司さんこの方もね私がテレビを見る頃にはとてもじゃないけどめったに見るような人じゃなくって。 脇役かかばっっりだったんじゃないかなしかも登場回数も多くないしでも当時はね「明日のジョー」の矢吹ー春ぐらいの主人公として、うん、すごく新進気鋭の若者だったんではなかろうかなって感じがしますねその他の役者はもう誰が誰だか分かりませんあ,あと辛うじて小松政夫さんが、あのー、少年院の中の「青平たん」っていう役でちょびっと出てたかなというふうに今拝察するんですけども正確には分かりませんね、うん、まあじゃあね 残りの3分の1を見てみますんで動画の方はこの辺であしたの千1970年版ね割といいですよこれはうんなかなかいい、はい、じゃあ続きを見させてもらいます <laughs>